同じリアクション系のチューブ、ミニチューブへとサイズダウンしてみたが、これも反応がない。なんだ、これで俺は食うはずだったんだけどな。いるのが分かっていても釣れない状況がここにある。おかしい、これで良かったはずだ。湖に裏切られた気分にさえなる。しかし相手はバスという自然、うまくいかないのは当たり前だ。そしてその自然を理解し組み立てていくパターンフィッシングの難しさに惹かれるのも事実だ。少し下流でクルーズしているバスを見つけた。得意のサイトフィッシング、ノーシンカーリグをキャストする。この時田辺プロはまだこのタイプの釣りが徐々にキーになっていくことに気づいていない。3匹クルーズしてエジにどうすんだよ。ねえ、オタクはオタクは、あ、でもこれは産卵に関係ないバスか。だね、まるでほら腹もちゃんとしてるし、普通のフィーディングバス、綺麗なバスね、まともなバス。でもこれは言ったようにいいシャロです。保険です。見えます。パターンというかいいシャロ入ってきてやれば釣れちゃう。下流に移動しチャンネルの寄り具合をチェックする田辺プロ。このエリアはベイトフィッシュの気配もある。果たしてどんな釣りに反応してくるのだろう。上流から降りてきて、でもまだディープはこう見た目はすごい深そうじゃないですか。でもポジション的にはそれほど深くない、8メーターぐらいのエッジが入り込んでる。でチャンネルは細いです。ここだけそこら辺まで6メーターが来てて、でここで9メーターぐらいまで落ち込んできて、非常に細いチャンネルがこのエリアにピューッと通ってる。あの辺でもうチャンネルが切れちゃってる。それほどはっきりしない。ここははっきりした場所、このエッジをちょっと乗っけて、重めの今チューブ16分の3、でストッとこう途中で乗っけて食わす。これかラバージグか両方やってみて、浮いてるやつを乗っかって食わすっていう方法を取ってます。どう出るか。でもベイトが沖合にいるんだよね、あそこにね、さっきから。あとここでもちっちゃいベイトが逃げたから餌はいる、魚はいると思う。餌はいるから。バスが体力を回復するために必要なベイトがここには豊富にストックされている。結構太ったバスね、シャローに。シャローに最上流部と違うベイトフィッシュの存在、そして目で確認できるバスも下流部と違い体型のいいバス。そのバスは岩盤沿いのシャローにいた。ノーシンカーリグのシャロー攻めに変える。結構ねこのバスはもう回復してきてる感じはある。うまくやればいいサイズがこれで食ってくるっていう。あ、一つの兆しが見えたと言っていいだろう。スローボールしていたノーシンカーリグにグッドコンディションのバスがバイトしてきたのだ。保険的な存在と言っていたノーシンカーワームに反応してきた回復バス。パターン、そのきっかけが見えてきた。魚体がさ
太いじゃない、全然これもね、ちっちゃいけど確かに小さいよ、確かに小さいっすよ、キーパーといえばキーパーと言われるかもしれないけど、でもね太り方がね違うでしょ、見えます、魚体が綺麗で、これがだからこいつのでかいやつが来ればいいわけ、こいつのでかいやつっていうかこのコンディションの要はもう回復したやつのある程度回復したやつのでかいのが来れば全然 OK なわけってことは、だからこのエリアっていうのはで魚をしっかりした魚を取る方法を探していけば、まあこれをまあそこの土のエリアぐらいまですごくいいからちょっと打ってみるけど、これかこのディープかにいいのが絶対いると思う。ちょっとまた一歩前進、確信を持てるバスだった、エリアは間違いないだろう。2日目いきなりつまずいたが、ようやくここまでたどり着いた。キープキャスティング、諦めなければ必ず答えは返ってくる。そしてパターンを決定づけるグッドサイズのヒット、これだ間違いない。よしよしよし、よしよしよし、まともだよ、やっとまともだよ、嬉しいよ。こいつはそんな魚体悪くないだろう。ああそうか、やっぱりエリア的に合ってたな。やり方も合ってた。よし。お前だよお前、君に会いたかったんだよ。ああ、こいつの腹、餌食ってんだ、これプリじゃないんだよ、アフターが餌食ったんだこれ。ああいい、クッキングもいいし、この腹、餌をたくさん食べたこいつは、お前これから元気になるんだぞ、行け、おう、一目散来ましたよ、シャローパターンあるなって言ってた、シャローパターン、しかもこんなエリア、そのシャローフラットのダーッとしたエリアじゃなくて結局行き着いたのが中心だけど上流から下ってきて最初のしっかりした岩盤だから、中流下流のこういうんじゃなくて、だから上流のシャローフラットエリアで産卵したバスが降りてきて、もうちょい水通しがいい、ディープがある、餌がある、何よりも餌があるここには、だからあんな腹してるし、こんなの突っ立ってぽっこりしてる、だからもうこれがもう僕はもう肝だと思う。だから今回のやってきてる中で一番肝なのはエリア、エリア、場所っていうかそのゴロタがあるとか何があるとかそういうことじゃなかった、魚のちょうど下ってきて一番居心地が良くて餌があるエリアに魚がいた、いいのがいた、だから僕はまあこの場所をもう少し流すし、でもうちょいディープもやってみて、このエリアはもう絶対もう今言ったように正解のエリアに入ってきてるから、これで組んでどういう釣りがやっぱりこれがシャローがベストなのか、もうちょいディープやってみて、ディープで結構いい魚が出るのか見て、それから他のクリークも見る、要するに産卵が一番早く終わってるクリーク、あと2本ぐらいいいクリークあるんですよ、そこ入ってみて同じように上から下ってきた魚が最初につく岩盤を探す、岩盤もしくはバンクでもいいけれども、こういうシャープなバンク
それでやってみる。多分これは行き着くところに行き着くと思います。一つのパターンが成立した。しかしパターンとはその条件下でいくつも存在するもの。いくつかのパターンを比較し自分の釣りのスタイルにマッチしたさらなるストロングパターンを確立していくのだ。よし、お、いいぞ。結構。ああ、そうでもない。でもコンディションはいいな。うん。ナイスフィッシュ。そう、そうそう。そうそう、そいでいいの。ほら、元気いっぱい。うん。こういう元気いっぱいなバスを釣んなきゃね。バスじゃないよ。うん。ほう。ほう。よっ。うん。いいバスだ、これも。再び同じコースを流す。今度は下流部でバイトのあったフットボールジグを使い、ディープパターンが存在するかをチェックする。ディープでの反応はない。このパターンの可能性は消えた。俺に行き着きそうな気がしてたんだけど違うぞ。やっぱりシャローのゲームの方が全然ありあり。だから結局いっぱいまとめて釣ろうっていう方が甘くて、一本ずつ釣っていきなさいという、あとはエリアだけ見定めて、そういう感じかもしれない。やっぱりエリアが元気なバスのエリア入ってきて、まあ全然釣れないわけじゃないけれども、目指してるでかいのはやっぱりサイトでドシャロっていうのがあって、でディープウォーターはこんな感じでやってみてダメで、ってことは残ってんのはウルトラライトリグを使うか、あとはハードベイトを中層で使う。でも回復随分してきてるから、もしかしたら食ってくんのかもしれない。それを試すのに僕はもう一回だけこのシャローフラット、この一番いいエリアにあるシャローフラットのエッジやってみます。これは今まで今日散々何箇所かシャローフラットやって全滅してたんだけども、そのエッジはエッジでもしかしたら、もしかする、もちろんハードベイト、クランキンとスピナーベイトかってとこかな。まずはスピナーベイトのスローローリング。スピナーベイトがボトム着底後スローリトリーブで中層をトレース。田辺プロが最も好む展開だ。ディープ側、シャロー側、両サイドからエッジをメインにシャローフラットの約半分をチェックしたが反応はない。ハードベイトパターンは存在しないのだろうか。ハードベイトパターンを諦めかけていた時バイトがあった。どうだ、シャローフラットのエッジだ。できてる、できてる。来るじゃん。お、いいぞ、いいぞ。ああ、ようやくキャッチしたハードベイトでの一匹に声が弾む。これは嬉しい。張り出しの一番先端だよね。来た、食ったよ。2分の1オンスクリスタルエースで食いました。いいバスだよ。ナイスフィッシュ。この後バイトが続かない。
クランクベイトも試したがダメだった。ハードベイトを追うだけの活性があるバスは少ないのだろうか。しかし今のようにベイトが絡むエリアのシャローフラットでスピナーベイトをキャストし続ければグッドサイズのバスを何匹かは取れるはず。使うタイミングさえ合ってくれば今回の数少ないハードベイトパターンと言えるだろうが、現時点では少し弱い。再びノーシンカーリグ、シャローフラットの終わり、ディープの寄り始めから攻める。今雨でよく中が見えない。やっぱりこれで全面的に回るっていうのが最終的に行き着くとこだと、もしくは気がかりちょっとスピナーベイト引きまくり、お、食った。あ、ちっちゃい、離した。ラインが走った。ディープの寄り始めに沈む岩にキャストしてのバイト。お、まともな方か。ひょい。まあ、大体分かってきた。エリアがいいとこだったらこういうシャローフラットのシャローにもいるし、あの岩盤エリアとかそういうとこにもいるんだけれども、メスはちょっと深いけど浮いてる、すごく。だから、シャローフラットだったら一番アウトのエッジにいるし、岩盤だったらこういうポケットでも何でも、とにかくディープウォーターがかなり隣接した場所にいると。で、浮いてる、ね、そんなにたくさんは取れないんだけれども1匹ずつそれを釣っていく。で、オスはもうシャロー、ウロウロ、オスっていうか、まあね、別にネスト守ってるわけじゃないんだけど、もう回復したオスが、結構ウロウロこういうとこしてて、で、まあ食うのもいれば食わないのもいるけど、まあそれが1匹ずつ食っていく。これがだいたい今やってって、まあ、数もそこそこ取れてってサイズも揃ってくるよというパターンだと思います。だからどっちかっていうと、まあ、今みたいにベイトフィッシュ絡みのエリア、これはもうやっぱりもうどうしても必要で、ね、いい、ここはいい、全体的にすごくいいエリアで、やっぱりそれなりに魚多いし、だこういうとこをチェックしていく。グッドサイズのメスバスは9メートル前後のディープが隣接した3メートル付近でサスペンドしている。ノーシンカーリグをキャストすればそこからバスは浮いてくるのだ。やめて、食わない、食ってくれ、食ってくれよ。しおう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 、引くじゃない、引くじゃない、やるじゃない。よし、いいよ。よし、おお、ハマってるかもしれない、これも。これも、これでもプリみたいだよね、まるで。餌食ってこんなになってんのかな。まるでプリの魚みたい。やっぱりああいう岩系。ちょっとディープがこっち側に隣接してきだしたらやっぱりメスが来て。なんだ。イケてるじゃない。でもこれだからね、釣ってんのがすごい釣りだよね、その釣りとすれば。
でも散々苦労してほら何もあれも食わないこれも食わないね、スプリットショットもダメだジグヘッドも手に負えないとか言ってて結局ねえこの手に行き着いてエリアさえ絞り込めばいい魚だこんな釣りですよ。うん、OK。 高い満足感だ。初日アフタースポーニングという名の洗礼を受け田辺プロ自身全く予想していなかった展開へ進み、さらにインシュランスと言っていた脳進化パターンがメインパターンへと移行していった。サイトフィッシングに絡んだシャローパターン、いいバスが出てくる。しかしこれはこれまでの知識と経験から考えられるありとあらゆる手を尽くし、小さなきっかけも見逃さず全て拾い上げた結果ここまで来れたのだ。何をしても通じない、そう思える状況下でも必ずパターンは存在する。それをこの次々とヒットするバスが証明しているだろう。サイズはあれだけど太ってる、ポンポン、体型がすごい綺麗。お、ナイスフィッシュナイスフィッシュ。ああ、それでもないか、元気なだけか。あ、いいないいな、一発だな。なんだ、あ、ヘルシーフィッシュね。全然いいぞ、いいサイズだ。これもちゃんとフッキング。さあ、いけいけ、見ろ、よし、突進した、食っちゃえ、いただき、いただき、はい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 、行かない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 。痩せ気味か、サイズは長いけどな。はいはいはい、はい、疲れた。あ、なんで、はい、うお、ジャップ、またもや来ました。これはまだ太りきってないけどいいサイズ。ここで今回田辺プロがスポットを絞り込むためどのように魚探を使ったか紹介しよう。まず地形からディープが寄り始めるだろうと思われる位置にボートポジションを取り魚探をかける。まだディープが隣接していないときはこのように浅い水深が表示される。ここで仮に岸際に岩があったりオーバーハングした地形であってもそこにグッドサイズのバスがいる可能性は低いためパスする。そしてこのまま岸と平行にボートを進め8メートル付近が表示されればそこからスタートとなるのである。さらにボートを進め11、12メートルとディープになってくればそこはサマーパターンのスポットとなるため今回はパスするのである。このように理想的な水深の当たり具合をチェックしその次に地形的要素でスポットを絞り込む。こうすれば展開の早いゲームができるのだ。というような感じで今回かなり煮詰まった、パターンに行き着いてきました。まあ天候もあるんでねこれは
この脳神経系のパターンがいつまで続くっていうのは天候次第っていうのもある程度あります。であとはもうベイトフィッシュ次第、このベイト地形プラスベイトエリア、もちろんエリア地形ベイト、この3つを絡めたところを探していかなきゃなんないし、今の感じでもうかなりもう満足度のいくところまで行き着きました。あとはクリーク系とかほぼ、他のとこも似たような状況を探します。ただしキーは僕はベイトだと思ってます。今回バスの活性が上がる、回復が早い、そのエリアっていうのはそこにキーがあるんじゃないかなと、そういった感じで自分のパターンとして追い詰めます。ということで結構いい釣りできてるよ。まずは中流部からのチェック、ベイトフィッシュが絡むエリアとソフトジャークベイトの脳神経リグというパターンは成立した。あとはチェックを行っていないメインレイクの中流部と大きめのクリークを回り、より高い次元での魚のクオリティチェックをしていきたい。ラインが走った、バイトだ。あ、お、いいか。さあどうだ、さあどうだ。あ、叩き叩き。あ、でもいいファイトをするということは回復度高し。あ、押したな。ね。長さは、ああでもまだ痩せてんな。長さはまあまあだけどね、ちょっとまだ痩せてんね。でもこのアウトまで出てきてるからね。中流部の1匹目は痩せたバス、ファイトは良かったが明らかに上流部とは違うバスだ。メインレイクやっぱり痩せてるわ。ダメだ、長さはあるんだけど、ほらね、クリックから出ちゃうといきなり痩せちゃったよね。長さだって別にね、普通にあんだけど違うな。2匹目のバスも痩せていた。まだ早すぎるようだ。この時点で中流部は捨てクリークへと移動する。クリークはメインレイクの水の影響を受けず水深も浅いため、上流部と同じようにスポーニングが早く終わるエリアだ。グッドサイズのバスを見つけた。すかさずキャスト。いただき。食いなさい、パクっていきなさい。よし、これだ。狙い通りのバイト、コンディションはどうだろうか。あ、こいつもでも長さはあるけど結構痩せ気味だな。おい、おい、あった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 。分かったよ分かったよ分かったよ。でもね、痩せてんだけどね、いってるな。ね、エンジャップですよ。ナイスフィッシュですよ。長さすごく長いんだけど、でもいい魚だ。うる長さすげえ長いんだけど、まだ回復足りず。でも長さで見たら47、8なんじゃないの。
でも食っちゃう。ここでもバスは次々と脳神経リグにバイトしてきた。しかし今までとは違い、何かがおかしい。回復状態が不規則なのだ。先ほどの中流部よりはまだマシとしても、上流部のバスのコンディションには及ばない。おかしい、おかしい、痩せてる、痩せてる。長さはあるけど、わかったわかったわかった。おーおーおーおお、お前痩せてるぞ。どうした？長さはあるんだけど、これも痩せてる。やっぱりクリークサイドは数はいるけど、基本としてやっぱり一番ベイトの多かったメインリバー上流っていうのが正解にたどり着いてしまうでしょう、このままだと。クリークを後にする田辺プロ、この時点で次のクリークも同じ状況だろうと予想はしている。結論はほぼ出ているのだ。しかし自分の出した答えに少しの疑問も残したくはない。答えをより完璧にするため、最後のクリークへと向かう。深いよね、ここはね。こんな奥で10メーターあるの。このクリークの水深は予想より深い。あれ小さい、ダメだ。浮いてきたのは見えたが、食ったのは小さい。やはりこのクリークもバスの回復状況は今一つ良くない。魚体の差は歴然だった。しかしこれで何も思い残すことはなくなった。自分のゲームに確信が持てた時、全ての見切りと全ての粘りが存在してくると田辺プロは言う、うんうん、自分の釣り、よし、そこにこだわる田辺プロのパターンフィッシングがここにはある。いやー、入れ食いだ、もう大変。あまりはまりよ。でもやっぱりアフターほっ、やっぱりアフターだね。よし、バイバイ。ということで今回はですね、まあ入れぐっちゃう羽目になりました。まあ結局追い詰めてって、まあね、最初はもう本当にあらゆるものをこう試してって、で湖の状況っていうのをどんどんねチェックしながらやってって、で結局まあ行き着いたっていうのはもうとにかくアフタースポーニングの世界がここに広がってる。でその中でもいいバスはどうやって取るか、でバスはもうとにかく浮いてた。でここまでがまず一歩ですよ。でその後にじゃあどうやったら釣れるか、どういう場所にバスがいるか、これを見てったと。でまあバスのいるパターンっていうのはまあ結構明確に出ましたよね。結局スポーニングするエリアがあって、そのサイド、まあスポーニングエリアの周りにもまだうろうろね産卵したてのが残ってるし、でも結局メスたちはその先アウトにもう出てってると。だけどサマーパターンほどは沖には出てない。で
そのスポーニングをしてた時期が問題だと。で、僕が狙ってったのはとにかく、早くにスポーニングが終わるエリア、まあ、上流クリークですね。上流エリアっていうのは全体的に浅いですから、あの水温の上昇も早いと。で、まあ、クリークも結局メインレークが流れないんで、水温の上昇が早いと。で、そんな中でさらに見てったのは、チャンネルがベンドして寄り始めから寄ってってぶつかってるとこでディープウォーターが近くにある。要するに水の流れがある程度ある。で、そういうとこで食ってる。で、それに隣接した、フィーディングエリア、シャローフラットでも食ってる。だけども結局肝だったのはそこにベイトフィッシュがいるかいないか、これです。で、まあ最終的にその最上流に絡んだ、まあ、上流エリアに多くのベイトフィッシュがいた。しかもこんな小さい、こんなですよ。で、行き着いたのがそのベイトフィッシュを食べて元気をつけていくチャローのバスたち。それもだいたい 3,4 メーターの水深にサスペンドしてるやつを、結構縦ストラクチャーに近い、部分のエッジが隣接した、ディープウォーターが隣接したところでこれを使って浮かして取って、だんだん浮いてきてパクッと、そのパターンです。で、さらにそこを煮詰めて、行ったのがそのベイトフィッシュ絡みのナイスサイズのバスが言えるということで、まあ、パターン的にはどのクリーク入ったりしても、どのスポーニングエリアの近くでも同じことです。これは、シャローウォーターでこの今ちょうど脳進化のゲームはできる。だけど魚のクオリティを取っていくんならやはりベイトフィッシュが絡んでるところで、回復、バスの回復が早いというところを選ぶ。だから僕は迷わず今回だったら上流部に行くということで納得しました。まあ結構ね、今の時期釣れないですよってまあ言われてて、自分でもね最初もいきなり釣れないし、こんな痩せちゃってるしどうしようかと思ったけど、ここまで来れてよかったです。まあこれから夏になってくるとまた違ういろんなパターンが出てくると思うんですけれども、これもパターンっていうのも何個もある中の1個、僕はそれをこの脳進化のソフトジャークのパターンを自分で導き出しただけで、ディープウォーターのパターンもシェードパターンもいろいろまだ残ってるとは思いますけれども、僕が思うには自分の釣りとして今回はこれがベストだということです。